はい、皆さんおはようございます。サワディカー。今日はですね、朝早くからバンコクフアランポン駅に来ております。今日はここから列車に乗って日帰りの旅に行きたいと思います。それでは行ってみたいと思います。先日までここでスタンプラリーが開催されてましたけども、その時に展示されていた蒸気機関車はもう撤去されてますね。今日はですね、この6時発のパーサック・チョンラシッドダム行きの特別列車に乗りたいと思ってます。こちらは季節限定のですね、列車となってまして、朝6時出発してダムまで行ってまた夜に戻ってくるという、1日で往復する観光列車となってます。この列車16番まで書いてあったので16両編成なんですかね。とても長い列車となってます。こちらは3等客室でエアコンがない車両となってます。今日はですね、奮発してエアコン付きの2等客室のシートを予約してます。こちらレストランと書いてあるのが食堂車のようですね。中に入ってみたいと思います。こちら食堂車ですね。出発前で支度をされているようです。カフェマシンがありますね。この食堂車の隣から車両がちょっと変わったような感じなんですけども、あ、これが2等客室ですね。8号車から先頭は2等客室のようです。はい、自分が購入した座席は6号車となってますので、こちらに乗ってみたいと思います。
はい、ただいまパーサクチョンラシダムのところまでやってきました。このダムの湖の上を走る列車なんですけども、列車が故障して止まってるわけじゃなくてですね、この観光用として湖の途中で止まって観光ができる列車となってます。こんな感じです。はい、10時5分にコックサルーン駅に到着しました。ここでだいたい30分ぐらいのですね、休憩があるそうです。この駅のプラットホームにはですね、たくさんの売店、出店が出ておりまして、この観光列車のお客さんを呼び込んでおります。はい、こちらがコックサルーン駅の駅前ですが、何もございません。駅前にあるのは屋台のようなレストランが2軒ほど並んでるのと、バイク用、あと車の駐車場があるだけですね。そしてこちらがコックサルーン駅の駅舎となってます。はい、ただいまパーサクチョンラシダム駅に到着しました。時間はちょうど11時前ですね。10時56分に到着してます。ここで4時間ほど滞在してですね、午後3時になるとフアランポン駅に向かって帰っていくような形となります。ここで4時間ほど滞在するんですけども、ここから皆さんいろんなオプションツアー、ひまわり畑とかに行くようです。これ駅前なんもないですね。